はい、どうもプレスの T です。今日やっていくのはグラフの対称移動っていうところでお話をしていこうと思います。前回やったのはグラフの平行移動でしたね。で、今回は対称移動になります。この対称移動と平行移動っていうのは2つワンセットで考えるっていう問題がよく出てくるんで、こちらもしっかりと理解しておく必要性がありますっていうところで早速見ていくことにしましょう。まず対称移動のパターンから見ていきたいんですけど、1つ目、これは軸対称ってやつですね。軸対称っていうのは、これがさらに2つのパターンがあって、まず X 軸対称ですね。で、これ X 軸対称って書いてあるんですけど、 X 軸を基準にして対称移動するっていうことなんで、どういうことかっていうとこうなりますね。ここのX 軸っていうのをつまんでくるっと回すイメージ、くるっと回してあげるとこうなりますよね。こっからこういう風に、まあ、もちろんこっちからこっちに行くのも X 軸対称なんですけど、上下で対称になっているやつ、これが X 軸対称になります。で、 X 軸対称があるんだから Y 軸対称っていうのも当然あって、Y 軸対称っていうのはこういうふうに Y 軸を基準にしてこういう感じにやるやつが Y 軸対称ですね。これは左右で対称な形、まあ、もちろん反対側こっちも言うんですけど、 Y 軸をつまんで回転させるイメージ、それが Y 軸対称で、もう一個は原点対称と言って、この原点対称っていうのは何かっていうと、こういうふうに XY っていうのがあった時に、ここ原点ですよね、こいつを中心に対称移動させましょうっていう話でこうなります。 X 軸対称でまず回してあげるとこんな感じのグラフになりますよね。で、それをさらに Y 軸対称でこっちに持っていく、まあ、そんなイメージなんですけど、イメージとしてはこの原点っていうのをつまんでくるっと回してあげるとこういう風になりますよね。まあ、そういうイメージでいてもらっても全然大丈夫です。で、これだけかって話なんですけど、対称移動のパターンとしては実はこの3つだけで、他のものに関しては任意の軸とか点についての対称移動っていうのも、まあ、もちろん考えられるとは思うんですけど、それについては組み合わせで対応が可能なんだよと。要は X 軸対称、 Y 軸対称、原点対称、この3つと平行移動を組み合わせることによって表現することができるんですね。それはこの後見ていくんですけど、まずね、実際どういう風な変換が行われているのかっていうのを最初に見ておくことにしましょう。まず X 軸対称なんですけど、 X 軸対称に関して言うと、もともと Y イコール FX っていうのがあって、その上に XY っていう点があるんですね。で、その点が X-Y に移るので、こういう風な形で書けますよと。どういうことかって言った時に、もともとこういう風にあった時に、好きな点でいいんですけど、この点の座標が XY だとすれば、 XY っていうのが対称移動してあげることによってこの辺に移ってくると思うんですけど、これはどういう風になるかっていうと、 X-Y っていう風に書けますよね。まあ、それだけの話ですね。で、この関数上の全ての点において同じことを繰り返してあげれば、こういうグラフになりそうですよね。まあ、こういうのを X 軸対称って考える。だから、ここマイナス Y なんですね。じゃあ同じように考えてみると、Y 軸対称っていうのはこんな感じで動くわけですから、ここの XY っていうのがここに行くんですよね。イメージつきますかね。つまり Y イコール FX 上の XY っていうのがマイナス X ですね、に移っていくので、 Y イコール F マイナス X になればいいんですよと。そういうことですよね。要は X 座標の正負が変わっているんだと、そういうふうに思ってもらったらいいですかね。変わってんのは X 軸対称だったらY 座標が反転しているし、 Y 軸対称なんであれば X 座標の値が正負逆転していると。じゃあ原点対称はどうなるんですかっていうと、原点対称っていうのはこういう感じで、
動くわけですから、 y イコール fx 上の点 xy はこうですね、マイナス x マイナス y に移っていくんだよという話ですよね。つまりマイナス y イコール f マイナス x っていう値になるんですよと、こういうことなんですよね。数式だけで見ていると何やってるのかよく分かんなくなると思うんですけど、一つ何かしらのグラフを書いてみて、それの対称移動っていうのをこういうふうに考えてみれば比較的分かりやすいかなと思います。まあ、やることとしては大して難しいことではないんで、一つ例題見てみることにしましょう。 y イコール 2x の2乗足す 4x 足す1を x 軸 y 軸原点対称に移動したらどうなりますかっていう問題なんですけど、先ほどやったようにどの点がどこに動くのかっていうのをイメージしてもらったらいいんですよね。でまず x 軸対称について見ていくんですけど、 x 軸対称の場合はこうなりますよね。 y の値がひっくり返るんでしたよね、 x 軸対称の場合は。ってことでこの式の y の部分がマイナスになるよと。でまあこれについては一応 y イコールの形で書いておいた方が分かりやすいと思うので、こういうふうに書けますよねと。 y イコールマイナス 2x の2乗マイナス 4x マイナス1ですよと。簡単ですよね。で同じように y 軸対称についても考えてみるんですけど、 y 軸対称は今度は x の値がプラマイ逆転するんでしたよね。ってことはこうなりますね。 x は2箇所にあるので、そのそれぞれの x の値がマイナス x に変わっていくんだと。でまあこれも式を整理してあげれば 2x の2乗マイナス 4x 足す1だよと、こうなるわけですね。で最後に原点対称も見てみたいんですけど、原点対称っていうのはここの y の値と x の値それぞれが反転プラマイ逆になるのでこうなりますよねと。マイナス y イコール2括弧マイナス x の2乗足す4マイナス x プラス1ですよと。なんでこれも y イコールの形に直してあげれば y イコールマイナス 2x の2乗プラス 4x マイナス1になりますよねと。で問題としては、まあ、これだけでいいんですけど、実際にその点がちゃんと動いているんかっていうのは気になりますよね。っていうところでこちらのですね、もともとある式について平方完成をしてあげるんですね。平方完成をして何がわかるかっていう話なんですけど、前もやったように頂点がこういうふうにわかるんですね。頂点がマイナス1とマイナス1になっているよというところで、この頂点を今度追いかけてみることにしましょうか。 x 軸対称こちらの式っていうのを平方完成するとこのようになっていて、ここから分かるのは頂点がマイナス1と1になっているよというところで、ここの1っていう部分に注目してもらうと、ほらマイナス1のところから1っていうのにちゃんと正負逆転してますよね。同じように y 軸対称の場合はこちらの式を平方完成してあげるとこうなって、頂点がこうなるので、ほら見てもらったらわかるんですけど、今度はここですね。 x 座標の正負が逆転してるってことがわかりますよね。で最後に原点対称も同じように見るんですけど、平方完成すればこうなるので頂点は1、1ですよと。なので元の式から言えば x 座標も y 座標もちゃんとプラマイ逆転してますね。いいですかね。まあこういうふうにある点を追っかけていっても別にいいので、頂点から考えるっていうのも二次関数の場合は一つの作戦になると思います。じゃあ最後にある任意の点についての対称移動っていうのを見ておくことにしましょうかね。例題なんですけど、 y イコール 2x の2乗足す 4x 足す1、これ先ほどと同じなんですけど、これを11っていう点を中心にして回転するとどうなるか。回転ってどういうことかっていうと、この点を中心にして対称移動しなさいっていうことなんですけど、考え方としてこういうふうにやってほしいんですよね。平行移動して対称移動して平行移動だと。でこれだけだと一体何やってるんだって話になると思うんですけど、こういうのも図をしっかり書いてほしいんですよね。まずこういうふうに xy の座標平面があったときに、
こちらのグラフっていうのはこんな感じになるはずなんですよね。で、じゃあ何しようとしてるかっていうと、ここに11っていう点あるじゃないですか。この11っていう点で考えるのは少し厄介だなって思うんだったら、一回この点を平行移動させてください。どこに動かしてるかっていうと、原点に動かしてるんですね。で、この点を勝手に動かしていいのかって話があるんですけど、この点動かしたんだったらこのグラフ自体も移動させようぜというところで、このグラフを、まあ、どの点基準で考えてもいいですけど、まあ、頂点がこれ先ほどやったようにマイナス1マイナス1なんで、これを基準に考えてみると、この頂点をここに動かそうと、基準となる点を動かした分だけ同じようにグラフ上の点も動かしてあげようねと。で、まあ、これ他の点も全部動かしてあげるとこんな感じのグラフになると思うんですけど、で、このグラフっていうのを原点を中心にして対称移動させるわけですね。どうなるかっていうと、まあ、この頂点について注目してみると、頂点はこういうふうに移動するわけですね。で、移動した結果がどうなってるかっていうと、こんな感じになってるはずですね。でも、この青く書いたグラフっていうのは勝手に平行移動した時にできたグラフなんですよね。で、それじゃあまずいんで、平行移動した分っていうのを戻してあげましょうと。で、最終的にできるのはこういう形になりますよね。イメージつきますかね。まずここで言ってる平行移動ってのがこの赤いところに持っていく移動で、対称移動って言ってるのがこの青いグラフに持っていくこと、そして最後の平行移動って言ってるのはこの青いやつを黄色いところに持っていく操作なんだと、そういうふうに考えてもらったらいいと思うんですよね。じゃあ具体的にどうやってやっていくのかって話なんですけど、まずはこの11っていう点を平行移動させたわけですから、元のグラフこいつも平行移動しないといけませんよね。っていうところで、頂点がどこに行くのか追っかけてみると、頂点はマイナス2マイナス2に移動しますよね。ということで、これは前回やった話を踏まえてもらったらいいと思うんですけど、この赤いグラフっていうのは y イコール2カッコ x プラス2の2乗マイナス2っていう形になるんですよと。で、さらにこの赤いグラフっていうのを原点中心に回転するとどうなるかって話ですけど、この22っていうのは頂点ですよね。今マイナス2マイナス2っていうところに頂点があるので、それを原点対象に移動すればここに来ます。その座標ってのは22になりますよね。で、さらに原点対象なんで、上に凸か下に凸かっていうのもひっくり返る形になるので、 y イコールマイナス2カッコ x マイナス2の2乗プラス2、これがこの青いグラフになってるわけですよね。いいですかね。で、最後にこちらの黄色い平行移動っていうのをしたいんですけど、どういうことかっていうと、平行移動した分を元に戻したらいいんですよね。どういうことかっていう話ですけど、マイナス1ずつ動かしたんですよね。もともとこの11っていう点を基準にしていたところを無理やり原点に持っていったわけですから、っていうことは今度はこの点っていうのを11プラス方向に動かしてあげればいいですよね、ということで、今原点中心に回転した場合、22っていうところに頂点はいるわけですから、頂点を基準に考えてあげれば、こちらの頂点っていうのは33になるはずなので、こういうふうになりますよね。で、まあ一応これもね、展開だけしておいてあげて、マイナス 2x の2乗プラス 12x マイナス15であると、こういうふうにやったらいいわけですね。ちょっと最後のやつはね、複雑な感じになったかもしれないですけど、やってることとしては習った内容だけですよね。平行移動と対称移動を使って考えてるだけですから、っていうところで今日のまとめになるんですけど、今日のまとめは点の移動を考えろというところですね。結局グラフの移動っていうのは、全ての点に対して同じ操作をしたらグラフって動くよねってことなんですけど、漠然と考えるのって難しいんで、具体的にどの点がどこに移ったのかなっていうのをイメージしてもらえると考えやすくなると思うんですよね。なので、例えばこの点はどこに動くんだろうっていうところを
念頭に置きながら平行移動、対称移動っていうのを考えてもらったらいいかなというふうに思います。まあ、もちろん任意の点っていうところでは X とか Y とか使って考える方が大事だっていうこともあると思うんですけど、まあ、特に慣れるまでは多分点の移動っていうのを考えた方が分かりやすいと思います。とまあこんなもんですかね。今日お話しした内容が分かりやすいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この他にもレックや Twitter なんかでも情報発信してってるので、よければそちらもチェックしてみてください。じゃあ今日はこの辺で。お疲れさんでした。さよなら。